大谷翔平をトレードしない方針が明らかになり、ルーカス・ジオリトとレイナルド・ロペスを獲得するなど、急展開を迎えたエンゼルス。大胆なこの決断には賛否両論が集まっている。この戦略は一言で言えばリスキーだ。と懐疑的な見解を示しているエンゼルスの番記者、ブラム記者が指摘するのは、デッドラインまでにおよそ1週間を残した中で動いたことのリスクである。最高のシナリオでは、ブルージェイズにスイープでプレイオフ圏内に浮上。最悪のシナリオでは、8月1日までにプレイオフ圏内から9ゲーム離されている可能性。これはオーナーの決断だと信じるのが一番だと、これまでチームを作り上げてきたミナシアン GM の決断とは考えにくいという見解。オーナーが大谷をトレードしたがらないという可能性は、もずっと指摘されていることだった。エンゼルスのプレイオフ進出確率は 22% に過ぎないが、エンゼルスは2015年以来で最大のチャンス、それは大谷翔平というスターの FA イヤーでもあり、今後しばらくないチャンスかもしれないのだ。しかし、もしこのトレードでプレイオフを一つでも勝ち取れば、それだけの価値があるとこのトレードを評価した。オーナーなら5年先や10年先を見て選手補強するのが一般的やが、そんな先を見ずに投資家として売却を常に考えてるんかも。若手2人が活躍できる保証はない。2人分働く大谷にかけたオーナーの方が現実的。若手が活躍するにも数年かかる。そんなん言うたらドラフトすら意味ないことになるやん。一連の流れは大谷に対するアピール、ワイルドカードに入れんでもやるだけやった感あるし、ワイルドカードに入れればワンチャン残留もある。エンゼルスは来年から5年以上の長い再建期が確定した。プレイオフ確率 22% しかないのに今年にオールインするのは合理的じゃない。理屈じゃないんやろな。エンゼルスの大谷、トラウトがプレイオフで見られる最後のチャンス、これを見れたら関係ない。大谷はとりあえずエンゼルスでの集大成として活躍してほしい。それが FA の評価にも直結するし、こんなにいろんな人の思惑とか責任とか希望を背負っても、結果を出し続ける大谷のメンタルすごい。トレードなしの早期公表もあくまで大谷ファーストの現状、仕方ない。チーム状態も悪くなさそうやし評価できると思う。結果論でトレードが正解とか入らん。